さて今日はですね、貧しさを嘆く前にやれることがあるよね、みたいなお話をさせていただきたいと思います。えっと、少し前にですね、シンガーソングライターの川本誠さんがですね、あの、サブスク考えた人、地獄に落ちてほしいみたいなツイートをされていて、まあ、こう、界隈がちょっとザワザワしてましたが、まあ、個人的にはね、あの、まあ、言い方はさておきですね、僕問題定義としてはいいなと思ったんです。 まあ、あれがきっかけでですね、えー、なるほど、サブスクでは食っていけないんだって知ってですね、まあ、それによって、じゃあ CD やグッズを買ってアーティストを応援しようと思う人も、まあ、いるかもしれないと。それで言うとですね、現状はこうですよっていう、あのー、川本誠さんの発信っていうのは、もう、全然悪いことじゃないと思っています。で、これに関してはですね、僕の師匠であるですね、ロザンの菅さんとですね、あと、菅さんのバーターである宇治原さんのお二人がですね、やられている YouTube チャンネルでも議論されていたんで、あの、僕の話よりもそっちの方が面白いんで、ぜひね、見ていただきたいんですけども、あの、僕、高校卒業して最初にお なった先輩が菅さんでもうね四六時中一緒にいてですねまだなんだろう,こう真っ白な時にとにかくあれこれね叩き込まれたんで僕の中身のほとんどって菅さんなんですねでその菅さんがですね、えー、川本誠さんのサブスク考えた人地獄に落ちてほしいっていうツイートまあこれはさておきですねその後のですね じゃあ、サブスクやめればっていうかもだけど、CD デッキを持ってない人とかも多くなって、どないしろっていう現実みたいな、そういう河本さんのこの嘆きぼやきツイートに対して、菅さんがあの、知らんがなって言ってたんですけど、これはあの、僕も全く同じ意見なんですね。これはもう仕方ないですよね。僕の中身は菅さんなんで、菅さんの意見にそうだよねってなるの仕方ないんですよ。事実上話しても、聞いても菅さんなんで、これどうしたってそうなっちゃうんですけども。ていうかあの、 僕がですね、の当時からですね、もう叩き込まれたのは何かっていうと、例えばそうだな、あの、サブスクだけでは食えない、さてどうするっていうのって、これぼやきの方じゃなくてですね、なぞなぞとか、えー、頭の体操みたいな感じで、むしろ、あのー、酒の、魚、もう極上の魚でですねどう、仮説形状を繰り返してその答えを導き出すのって楽しいよねっていう、 もうちょっとゲーム感覚なんですね。今でも菅さんとはね、飲みに行かせていただいてるんですけども、も飲んでるとき大体そういう話なんですよ。A という問題に対して、じゃあお互いどういう解き方が、どの解き方が鮮やかか、みたいなことをですね、順にこう提案していって、おお、なるほど、と、おお、そう来たか、みたいな、あのー、数学オタクみたいな飲み方してるんですけども、まあ、そのコミュニケーションを生むにはですね、A という問題が必要なんで、ぶっちゃけですね、僕、あの、A という問題があるっていうことで、あの、ぼやいちゃう気持ちってよくわかんないんですよ。 僕はもう A が解けたら次、早く、早く B ちょうだいっていうやつなんで。まあ昔からですね、その調子なんで、えっ、ー、と、その時代、その時代、その業界、その業界がですね、抱えてる問題っていうのは結構大好物なんですね。 で、僕がアーティストだったらですね、サブスクだけでは食えない、さてどうするっていうのはもう大喜利のお題としてはよだれ物でですね、もう仮説を70個ぐらい立ててですね、とにかく片っ端から試しまくるっていうのをやってると思います。それをですね、僕はですね、えっ、ー、と、これまで、えー、お笑い業界であり、絵本業界であり、映画業界であり、えー、ミュージカル業界でやっている、まあやってきたわけですけれども、まあですね、各業界はそれなりに問題は抱えてるんですね。 映画業界とか、えー、ミュージカル業界の場合だと、やっぱですね、労働環境の問題って大きくて、えっ、ー、と、まあ、クリエイターにお金が落ちないっていう問題があったりします。じゃあ、誰かが激しくね、えー、中抜きしてるかっていうとですね、ぶっちゃけそういうこともないんですね。一見、大元がすごく儲かってるように思われますが、大元は大元でですね、大ごけした作品の赤字の補填なんかもしてるわけで、時にそれによってクリエイターが救われてることも、自分が救われることもあるわけで、なんだろうな、クリエイターを苦しめている、えー、わかりやすい悪みたいなものがいるわけでもないんですね。 じゃあなんでクリエイターにお金が落ちないんだよって話になるんですけども、理由は至ってシンプルで、そもそもの売り上げが小さいっていうのがある。じゃあこの売り上げを伸ばせばいいわけで、となるとですね、プラスアルファの収益源を作る必要があるんですよ。というですね、目を持って、外から映画業界に入ってみるとですね、外からミュージカル業界に入ってみるとですね、もうね、びっくりするぐらいですね、収益化していない収益源だらけなんですよ。あのー、 漁港とかをイメージしていただけると分かりやすいと思うんですけども、水揚げされた魚の中にはですね、捨てられる魚がこれ結構あるんですよ。え、それらをですね、未利用魚っていう未利用魚って呼ぶんですけども、えー、まあ、あの、市場に出回らないんですね。なので、漁師さんによってはですね、そういったものを簡単に捨てちゃうんですけども、でも、えっ、ー、と、美味しいやつはめちゃくちゃ美味しいんですよ。 例えば、えー、そうだな、形が悪いっていう理由で未利用業になっているのであれば、それを加工してすり身にして、まあ、わかんない、かまぼことかにすればいいし、あるいは旅行会社と組んでですね、朝の未利用業グルメツアーとかすればいいわけじゃないですか。捨てる必要ないんですよ。あの、アニメ業界でもミュージカル業界でもですね、え、なんでそれ捨てちゃうのいや、それ、ファンからすると眉つばもんだよっていうのが、もう山のようにあるんですね。 でも、えー、ここがですね、漁師さんと一緒でですね、ずっとその業界にいる人たちって、自分たちが宝を捨てているっていう自覚がないんですね。自分が宝を捨てているのに、クリエイターにお金が落ちないって嘆いてるんですよ。これ圧倒的に変じゃないですか。何か資産のようなものがないんだったら、それは、その嘆きはわかるんですけど、資産はあるんですよ。ただ捨ててるだけなんです。で、捨てた上で、お金が落ちない、困ってる、貧しいって嘆いてるんですけど、これ変ですよね。 じゃあどうすればいいかって話なんですけども、これもシンプルでですね、もうアドバイザーっていう形でも何でもいいから、外の人間、あの、仕事を作れる人間を外から招いてですね、一旦その人が言うことを聞いてみる、やってみる、これが一番いい。これあのー、みんなね、自前、自分たちでやろうとするんですよ。だが、その、 クリエイターとですね、起業家ではですね、打ち手の数が全然違うんですね。僕ちょうどその間を行ったり来たりしてるんですけども、基本的にはそれこそ芸人さんとか役者さんとかって、例えばそうだな、うん、NFT の使い方のパターンの仮説検証とか普段やってないんで。なので、あ、ここ NFT でいけんじゃんっていう答えは導き出せないんですね。なので、未利用魚が、えー、エンタメ業界でいうとこの未利用魚が大量発生していると。 あの、アニメーションスタジオとか、うんと、あとは劇団とかって、もっと積極的にですね、外野とコンタクトを取って、仕事を作れる人、未利用業を利用できる人を招き入れた方がいいと思います。というわけで今日はですね、貧しさを嘆く前にやれることがあるよね、というテーマでお話しさせていただきました。